私。こうして横になっているだけで昨日のミアの姿が浮かんできちゃう。本人には口にはできないけどね。リサちゃんすごく可愛いもん。それにずっと笑ってるし。そうだね、リサさんの笑顔素敵だよ。ありがとう。相談に乗ってくれた二人のおかげよ。へへへ、思い出しちゃうな。楓ちゃんと初めてエッチした頃のこと。今のリサちゃんと同じでね、エッチした後のカエデちゃんもすごく可愛くてかっこよくて。あ、サラさん、そろそろ片付けて教室戻らない？うっそうよ、午後の授業始まるわ。ここからがいいところなのに。ブーブー。
真面目にやってるみたいね。これはバレンタインイベ用の試作品よ。手間がかかるからボツになるのは分かってるけど、よかったら食べて。ええ、いただくわ。おいしい。そう、じゃあこっちはどう？中にマシュマロを入れてみたの。おいしいけど、試作品にしては随分気合が入ってない？そうかな。リサ、チョコを使ったお菓子の方が好きよ。なんでそんなことを言うの？さあ、なんとなくね。そうだわ、リサ。今度の休み、時間あるかしら？次の休日は、イベント実行委員の集まりもないし、特に予定はないわ。じゃあ決まりね。お？しっかりしているのに、こういうところは鈍いのね。デートしましょうって言ってるのよ。デート？そう、約束よ。言葉遣いが変よ。映画どうだった？どうだったって言われても。リサが見たいって言っていた映画よ。感想を聞かせて。そんな。せっかく付き合ってあげたのに真剣に見ていなかったの？無理よ。あんなことされたら映画をまともに見られるわけない。映画館ではよくキスするものよ。そんなの知らないわよ。もう誰かに見られたらどうするのよ。私は見られても全然構わないわ。見たい人には見せてあげましょうよ。私は嫌よ。そんなの恥ずかしいし。映画館でキスなんてもうやめてね。あら、キスはダメなのね。じゃあ次回はもっとすごいことをしましょうか、リサ。もう許してよ。クシクシク。という感じでね。それがリサちゃんの初デートだったんだ。なんかエッチー。ミヤさんっていつもは静かなのにものすごく大胆なんだね。エロ乙女なんだ。
そうそう、さすが真面目なクラス委員長だよね。な、ナナミさん、サラさん、そんなに笑わなくたって。それじゃあ二人は映画館でも普通にエッチとかできるの？それはそのサラはね、カエデちゃんとだったら映画館でもどこででもエッチできるよ。嘘でしょ？映画館なんて無理無理。映画館だけじゃないよ、学校だって公園だって愛さえあればどこでも OK だよ。サラさんすごすぎ。カエデ様もああ見えてユナお姉様に負けず劣らずのエロ乙女だったんだ。今の話カエデちゃんだけには絶対言わないでね、お願い。うん、言わないけれど、どうして？だってカエデちゃんはそういうの多分好きじゃないから。いつもね、サラがエッチな気持ちになっちゃって無理やり始めちゃおうっていうか。そうなんだ、やっぱり。そうよね、じゃあ次はナナミさんの番。どうなの、ユーナ様と映画館でエッチとかあるの？あるの？え、ないの？あるの？それは映画館ではまだないけれど。その言い方、じゃあ他の場所ではあるのね。あるのよね？だからそういうのは恥ずかしくて。さあさあ白状しなさい、ナナミさん。そうそう、聞きたい聞きたい。はあ、だから学校の教室とか。それとデパートの試着室の中とか。それ本当？なんかすごいかも。ナナミちゃんとユーナ様やる。なんかものすごくドキドキしそうかも。サラも今度カエデちゃんと。教室とか試着室とか、なんかリサちゃん、顔真っ赤だよ。そんなに興奮しちゃった？いやあ、あんまり変な想像しないでね、リサさん。別に変な想像なんか、私は多分普通だし。でも、盛り上がっちゃうとわからないよ。もうすぐバレンタインだし。そうだね、バレンタインだよね。ドキドキ。バレンタインか。
今この瞬間ミカジョに入ったことをマリア様に感謝します。まさか憧れのお姉様からバレンタインチョコをいただけるなんて、はあ、鼻血が出そうです。わあ、今回もクリスマスフェス以上に盛り上がっている感じ。私が一番乗りですね。ああ、ありがとう。はい、チョコをどうぞ。ありがとうございます。クリスマスに続いてまたリサさんからいただいたわ。リサさん、私にも。はい、どうぞ。もしかして今回も手作りですか？ええ、あまり凝ったものにはできなかったけど。そんな、リサさんが作っただけで十分価値はありますわ。そうですわ、こんな贅沢なことありません。でもみんな喜んでいるみたいだからいいよね。ぜひ見たいですってお願いしたら本当にやってくださって、あー感動。そうなの。あー、向こうでは舞様とレオ様もしているわ。あ、そう。キャー、雫御前とエリス様まで。私失礼します。リサさんとミヤさんですよね。あの、ミヤどうする？それはもちろん。私たちもしましょう。はい、リサ。あーん。どうしたの、リサ。あーん。今やるわよ。いただくわ。おいしい。リサの愛情がたっぷりね。キャー！愛情ですって。どうしましょう。何余計なことまで言うの！少しは皆さんにサービスした方がいいと思って。そういうのいらないから。そう、ちゃんと二人っきりになったらこれの何倍ものサービスしてあげるけど。